茶畑菜園アドバイザーの高橋です。今日は人参、カブ、大根などの根菜類の5月のお世話についてポイントをご紹介していきます。5月、葉物野菜を植える場合に初旬というのは非常にいい時期で、夏前までに収穫ができて暖かくなってきたこともあり、成長が非常にスムーズな時期でもあります。このシーズンに栽培を開始すると、夏野菜の収穫が本格的に始まる前に一旦根菜類が取れて、その後夏野菜の収穫がどんどんと始まっていきますので、タイミングとしてもベストだと思います。また葉物野菜ですと暖かいので虫などの被害にも遭いやすいのですが、根菜でしたら食べる部分が根の部分ですから、被害にあってもさほど影響はありません。ということで、今回はどういった作業をしていけばよいかをご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。こちらでは人参をすでに育てていますので見てみましょう。こちらが栽培中の人参です。ちょっと見てみましょう。このように青々と非常に大きく育ってきています。栽培の段階が皆さん違うと思いますが、3月4月ぐらいから始められている方でしたら、カブ、大根、人参、それぞれ間引きの時期になります。それ以外これから育てる方は種まきの開始時期になります。今回はそれぞれの段階に応じての栽培ポイントをご紹介していきたいと思います。こちらの人参は2月に種まきをしています。本来もう少し早く間引きをしてもよかったので、2月に蒔いたものがかなり茂ってきています。3月4月蒔かれた方はもう少し小さい背丈だと思いますが、少し参考にしていただければと思います。皆さんこちらの人参を見ていただいたときに、右側は背丈が低く、真ん中と左が大きいのが見て取れます。これはすべて同じ時期に蒔いていますが、なぜこのようになっているか考察をご紹介します。この場所というのは私がいる方に建物があるので日陰ができています。若干の差ですが、右側の畝の方が日に当たる時間が長い影響で土が乾燥してしまった可能性が高く、発芽が遅く始まりました。水分が真ん中と、こちらの側と比べると若干少なかったので、乾燥により発芽が遅れたと思われます。人参の場合にはこのような差が出やすいので、これから春巻き夏巻きに挑戦される方は場所選びというのは少し気をつけた方がよろしいと思います。今後は多少日陰になるようなところでも構いません。乾燥しないような対策を試みましょう。それでは5月のお世話をそれぞれご紹介します。まず1つ目、栽培準備、種まきになります。5月の種まきが、おすすめなのは先ほどご紹介した通りです。これから種まきをしていただくことで、カブ、大根であれば、7月ぐらい、人参はもう少しかかって8月ぐらいになってしまうかもしれませんが、発芽もさせやすく、収穫までのスピードも速い最適な時期になってきました。土作りが終わってない方も、暖かいので最低でも1週間ぐらい置いて、それから種まきをしていきましょう。また夏野菜の空いてる場所に栽培していくというのも一つの方法です。ちょっと見てみましょう。こちらの畝をご覧ください。シェア畑ではこの畝にナスとピーマンを植えて、真ん中にサンチュを種まきします。サンチュは非常に収量も多く長く収穫できるお野菜です。こういったナス科やウリ科の間にスペースがあるようでしたらば植えるというのも一つの方法です。そうしますと土作りしている養分を少し吸収して育っていきます。ただし大きい大根などは多少生育の邪魔をすることがあるので、別な独立した場所が良いのかもしれません。小カブやラディッシュなどの根菜であれば、こういった隙間をうまく活用してみてください。こちらはぼかし肥になります。土作りの時間が取れない方はぼかし肥の投入でも構いません。市販でも売ってますので、ぼかし肥を入れてその後すぐ種まきするのも有効な方法です。一畝あたり2リッターほど入れていきましょう。このぼかし肥は1リットルあたり米ぬかが 100cc ぐらい入るように調整されてますので、だいたい米ぬかを 200cc 畑に投入するようなイメージになります。またぼかし肥も手に入らないという方、米ぬかを撒いてもよろしいでしょう。1平米あたり100から 200cc 投入してみてください。続いて種まきです。
種まきの、ポイントとしては重要なことが2つあります。種まきの時の1つ目のポイントとして、害虫対策をしっかりとやります。春ですので、害虫はもう頻繁に、発生します。防虫ネットを必ず、種まき後にかけて被害に遭わないようにしてください。2つ目です。水やりについては、要注意です。ここで少し、分かれ目なのですが、人参に関しては、乾燥させない、大根株に関しては、水をやりすぎない、これを気をつけてください。人参はもともと発芽までに水が必要ですので、頻繁に水やりをしていきましょう。5月ぐらいになると、すでに乾燥しやすくなってきますので、水やりはこまめにやるようにしてください。一方、株や大根は、頻繁に水やりをすると根腐れを起こしやすいので、気をつけましょう。大根株に関しては、種まき後1回だけ、水やりをして、その後は不要になります。では最後のポイント、間引きをしっかりと行いましょう。種まき発芽までうまくいったら、その後定期的な間引きをすれば、根菜類は7月ぐらいまでに順調に育っていきます。一方、間引きがおろそかになると、害虫が湧きやすく、日当たり次第では、徒長しやすいなど悪影響が出てきてしまいます。大根、株、人参は、本葉が、2、3枚の時に2センチぐらいの間隔を空けます。3、4枚ぐらいになったら、3、4センチ空けるようなイメージで徐々に間引きをしてみてください。それでは今回は、人参の間引きを実際にやってみましょう。春の間引きは、根も、盛んに伸びていますので、無理に引っ張って絡んでいるようでしたらハサミを使ってもよろしいでしょう。やってみます。ここを抜いてみましょう。これは手で抜けそうです。まだ手で抜ける程度ですので、こまめに抜いていきます。ちょっとハサミも使ってみましょう。ここは非常に混み合っているので、ハサミでカットしていきます。ここがだいたい2センチぐらいの間隔になりました。このようにこまめにやってみてください。大根株などを点巻きしているのであれば、最終的に元気なものであれば大根が1つ、小株であれば1つから2つになるように、間引きしてみてください。間引きが終わったら必ず防虫ネットを戻して害虫被害を予防しましょう。今回は以上です。皆さん、根菜栽培をぜひとも始めてみてください。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。